はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、えー、決算ラッシュも終わりましたよっていうところで、皆さん、決算どうでしたでしょうか私は、ちょっと信用取引とか使って、何名柄か、えー、取引もしましたけども、一生2敗っていう感じでしたね。はい。まあ、あのー、いい決算も出ましたし、悪い決算も出たっていうところで、 えっと、いい思いをした方、残念な思いをした方いらっしゃるとは思いますが、まあ、あの、本日はですね、まあ、今回決算を得まして、えっと、もちろん、いい銘柄は株価上昇してますし、悪い銘柄は株価下落しているよねっていうところで、えっと、トレーディングビューという、あの、チャートのサイトがあるんですけども、これ若干ファンダメンタルズの要素とかも追加できます。はい。ですので、え高配当で、 決算が良くて株価上がったような銘柄っていうのを今回ですね、スクリーナーの方で見つけますあの、えっと、一覧を出しまして、その中で、えっと、特に、あの、魅力的だろうなと思う銘柄を、えっと、今から見つけてからですね、はい、ご紹介、えー、ファンダメンタルズ分析ですかね、えー、会社の紹介一緒にできればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。 はい、私が普段、今から初見であのやりに行きますので、どういうふうに、えっと、分析しているかなというところとかもあの見れるかと思いますので、えー、アドバイス等あればぜひご意見いただきたいです。はい。で、えっと、営業利益率ですかね。はい。直近2ヶ月の営業利益率と、あとですね、配当利回りを、はい。あの ここにちょっとピッて入れていきましょうか。で、えっと、まあ、決算って大体1年に4回ありますね。3ヶ月ごとにですね、パフォーマンス変わってくるっていうところがありますので、えっと、ここの3ヶ月のパフォーマンス、株価のパフォーマンスが、まあ、20%以上上がったような銘柄で、えかつですね、まあ、ファンダメンタルズがいい銘柄って、まあ、いろんな考え方があります。自己資本比率、えー少々、少々お待ちください。 はい。まあ、ショードボール、ショードボードホールディングスっていう会社があるんですけども、まあ、自己資本率が良いだとか、まあ、営業利益率が高いとか、まあ、いろんなあの考え方があるんですけども、まあ、今回は営業利益率ですかね、本業の稼ぎがあの高いような銘柄っていうところで、えー、っと、まあ、具体的に数字で言うと多分10、10%以上の銘柄にしようかなと思います。で、このような銘柄の中で、えー、っと、今回ですね、配当利回りの方が、 あの高い順に銘柄を相うとしていきましてえ上からですかね、えっと、123455銘柄ぐらいかなここの5つの銘柄はい紹介していきたいと思いますでえっ、ー、と直感でいくあの初見なんですけど1万三井松島ホールディングス1518は分かるんですが他は多分初見の銘柄になるかと思います もうちろん後ろとか行くと結構銀行系とかは、あ、もちろほぼ銀行ですね。はい。後ろはほぼ銀行なので、まあまあまあ、そうなんでしょうっていう感じですけども、やっぱり、うん。金利の上昇っていう日銀ショックっていうのは大きな流れになってそうですね。はい。まあまあ、雑談はさておき、ちょっと上の5つの銘柄ぐらい、はい、あの、銘柄紹介できればなと思いますので、よろしくお願いします。というところで、早速ですけども、1518、これはですね、あの私も今、むしろ、あの、 ナので保有している銘柄なので、えー、分析はできますかね。はい。三井松島ホーリークスという形で石炭事業を行っている会社ですね。はい。で、えっと、石炭。うん。まあ、やっぱり、あの、こういう資源系の銘柄は、石炭チャートとか、酒物チャートを見ておきたいかなと思います。はい。で、これ見ますと、1年間で結構下がってるっていうところで、まあ、ちょっと1年だけだと、あの、 期間が少ないので、まあ、10年ぐらいでですかねで見ていくと、大体コロナショックが起こったのが2020年っていうところで、まあ、ここら辺ですかね。はい。大体、うん、まあ、100ドルはないぐらいっていうのが、まあ、基本的な石炭の平均価格にはなるんですけども、まあ、コロナショックっていうところで、まあ、物と、あと人の移動がなくなった結果、 あのかなりドドドドと石炭価格とかも上がって今は下落中っていうような状況ですと。で三井松島ホールディングスの方も石炭事業を行っているっていうところで今あの石炭価格がかなり下がってきているのがあるので、まあ、今期の成績大丈夫かっていうのがあったんですけどもまあ45年前コロナ前とかに比べる比べたとしても2倍ぐらいですかねまだあるっていうところなのでまあ十分な利益が出した結果はいあの情報修正とかの発表もありました。 というところで、ここら辺ですかね。はい。あの、再々情報修正っていうの発表がありまして、ここら辺、もう情報修正3回目なので、まあ、かなりインパクトが大きかったっていうところで、株価も上昇しています。で、さらにですね、あの、権利日が3月になってまして、まあ、情報修正した結果、配当も増配をしまして、えっと、3月に向けて240円の配当がありますので、まあ、権利日に向けて結構株価上がっていくんじゃないかな っていう風には個人的には思ってます。もしかしたら折り込み済みかもしれませんが、まあちょっとまだ早いんじゃないかなっていうところで、まあ少しですかね、あの、三井松島ホールディングスも保有しております。まあ、長期的に見るってなりますと、まあちょっとここの石炭価格の酒物チャートとかが、えー、どういうところ、どういう金額で推移しているのかっていうのをちょっとウォッチした方が良いかなと思うんですけども、まあまあ、あのー、あんまりポートフォリオに 割合高くないようであれば、はい、あのしばらく持ってもいいんじゃないかなっていうところですね、このチャートを見つつ。と、はい、いうところで、個人的には、まあ、短期的、中期的には保有できるかなとは思うんですけども、長期で保有ってなると、まあ、ちょっとあの先ほどのチャートがぐぐっと下がっているっていうのもあるので、少し、えー、リスクはあるかなっていうところが所感です。はい というところで、まあ、石炭価格、まだ、あの、5、6年前に比べると十分高いっていうのがありますので、まあ、利益、えっと、今後少し落ち込んでくるとは思うんですけども、現時点は、昨年に比べると非常にいい成績が出てきている。来年はどうかっていうと、まあ、ちょっと自信ないかなっていうところがありますので、まあ、あの、次のクォーターで来年の予想を出すんですけども、それは、 今期の決算に比べると間違いなくあの低い値が出てくるとは思うので、まあ、ちょっとそこら辺考慮して、えー、3末に向けてもしかしたら株価も下落してくるんじゃないかなっていうのがストーリーとしては私の読みです。なんで2末ぐらいまで保有していて含めきあれば、まあそのまま売却しちゃうっていうのもありですし、まあ、権利日待つっていうのもありなんですけども、はい。ちょっとそこはご自身で判断していただければなと思います。はい。 次、えー、アバールデータですね。ちょっと社名からはどういうことをしている会社かわからないですけども、なんかデータってあるからデータ系なんですかね。<laughs> はい、6918ですが、はい、えー、と業者電気機器っていうところで、半導体関連の会社でしょうか。はい、高速転送基盤とかもあるっていうところで、かなり配当利回りも高くて、財務状況もよくて、 でそして利益比率も高いので、えー、っと、時価総額は小さいですけども、結構いい会社に巡り会えたかもしれないですね。配当成功も35%、めっちゃいいじゃないですか。へえー。ああ、ただ、これなんかちょっと怪しいですね。うん。まあ、EPS の推移とかも味方上がりで綺麗に上がってきておりまして、今期だけすごい配当が上がってるので、 違うな。今年の EPS が伸びてるのか。なので特別利益とかが乗っかった結果、多分配当成功30%とか40%とかを目指した結果、今年の配当だけ増えましたよっていうパターンな気がしますね。はい。ああ、当たってそうですね。えー、っと、まあ、特別利益の形状っていうのがありまして、これ11月17日発表ですけどもあ、投資有価証券の売却か。ああ、なるほど。はいはいはい。 投資有価証券売却しました。その結果、EPS が伸びたので、配当も増配しましたっていう流れですかね。そうっぽいですね。う、えーん、配当成功35%か。はい、そうですね。まあ、ですので、まあ、投資の有価証券、まあ、会社が保有している株式の売却をした結果、えっと、利益が計上されましたので、その分を株主に対して還元しましたっていうのが内容です。 でこれは本当に名前の通り特別利益で来年以降は発生しないものになりますので、まあ、今年だけが利回りが高い来年以降はまた元に戻るっていうのが、えっと、普通かなと思いますなので、えっと、後輩当狙いで保有するっていうよりは、まあ、どちらかっていうと時価総額も小さいですし、えっと、グロース狙いになるかなと思いますで、えっと、あんまり授業内容とかを深くは見ていないんですけども少なくとも 財務状況だとか、えー、っと、まあ、PR はこれ、今期の EPS が非常に良いので、えー、っと、割安に見えるだけですね。えー、まあ、営業利益率だとか、売上高の推移とか、まあ、過去の EPS、BPS の推移とか非常に良いので、あの、普通にグロース狙いですかね。グロース狙いで保有できる銘柄かなと思いました。ラッキーですね。この銘柄見つけることができて。うん。まあ、チャート的には、ちょっと、 <laughs> うん、そうですね。まあ、なんとも言えないですが、まあ綺麗な右肩上がりってわけではないですけど、はい、あのー、まあ多分ここら辺で特別利益で配当ググッと上がったから株が上がってるっていうところで、まあ、いろいろ、えっ、ー、と、こちら今、 20日移動平均線ですかね。20日移動平均線っていうところも右肩上がり、すべての移動平均線右肩上がりで、かつ20日の移動平均線がチャートを支えているような形になってますので、まあ、しばらく買い需要優位っていう形で株価も上がってくるかなと思われます。が、まあ、あの次の高値っていうところが、この4500円ぐらい、まあ、4400円から4500円のラインが、 あの直近の高値になりますので、もしかしたらここで跳ね返されて、えっと、株価下落する可能性っていうのはあるかなと思います。あと100円ぐらいは狙えそうですかね。はい。まあ、1株買ったら100円上昇なので1万円か。まあ、ちょっと割に合うかどうかは分からないですけども、まあ、あのー、3末の、これ、3末銘柄ですかね、権利日同じく。うん。まあ、3末の権利日に向けて、 まあさっきの三井松島ではないですけども、えー、取るっていうところもありますし、まあ、単純に業績良いので、はいえーとまあ、普通にこの売上高の増収スピードとかが今後も上がるようなビジネスモデルであればもう買い,の買いかなって個人的には思いますはいえっ、ー、と今年だけ利益が高いっていう結果、まあ、PER とかが割安になったりだとか配当成功とかか あ配当成功じゃんね。配当利回りが高くなったりとかしてるっていうところは注意事項かと思いますが、まあ、そうじていい会社かなっていうのが所感です。次ですね。348系のフェイスネットワークという会社です。こちらも名前から見るとなんか顔認証系、フェイスって顔ですよね。そこら辺の銘柄なんですかね。えー、な気がしますけど、バフェットコード見ると、あ、この。 この銘柄あれですねなんか不動すあのあれですねあのちょこの前ライブ放送 DOE の銘柄のライブ放送した時に確か視聴者の方からえっとこの銘柄どうですかって言われた銘柄で確か当時は 自家総額が小さがいいので、ちょっとボラティリティが高いかもしれないっていうのが気になりますっていうのと、えー、と不動産事業って大体自己承認率30%ぐらいが平均ですかね。まあいいよねって言われてるんですけど、まあ大体そのぐらいあるので大丈夫そうだけども、まあ今やっぱりあの金利上昇とかしているので、銀行にお金借りてから不動産取得する時の銀行からの借り入れの利息ですかね、高くなってくるっていうのがあるので、まあそこら辺がちょっと気になりますっていうのをお伝えした気がします。 はいで決算は確か良かったんですけど、なんで良かったかっていうのを見てみると、この定性的な説明ですね、まあ。数字はまあ見ての通り良さそうですよね。なので、えっ、ー、と、配当も結構増配してくれてますけど、えー、なぜ良かったかっていうのを見たくて、事業内容的には、えー、と不動産支援を 投資の支援をしたりだとか土地の仕入れから設計建設管理販売まで一貫してやりますよっていうのが強みっぽくって、えー、定性的な説明を見ますと、えー、マンション供給は全人に対して、12. 1 2 1%減ですが平均の価格とか、えー、米単価ですかね平米単価っていうのは上がってますよっていうところがまず不動産業界の話ですと。でそんな中 えと不動産の投資支援事業っていうところだと、まあ、前年と比べると売上げとか81%増セグメント利益っていうところもまあなんかめちゃくちゃ上がっているように見えますっていうのでここがすごく、えー、と牽引して事業として今年の売上がめちゃくちゃ良かったってところですかね割合だけ見ていくとこの不動産マネジメント事業ですかね土地の仕入れから設計開発とかの、えー、と事業っていうよりもこっちの不動産投資ですかね不労収益の方が高そうなので まあこれがかなり伸びたっていうのが理由かなと思います。でちょっと気になるのがやっぱりあの金利の上昇でして、多分投資するのにもお金借りて投資する人とかいるって考えると、やっぱりそのお金を借りた時の金利ですかね。まあ、不動産事業と全く一緒ですけど、銀行からの借り入れの利,利子というか、手数料といいますか、まあ、利息みたいなものが固定金利ですかね、えー金利。金利っていうのが高くなっているので、 ちゃんと金利が高くなっている2023年2024年でもこの不動産支援事業っていうのが伸びるのかどうかっていうのはちょっと気になりますねでこれが第3クォーターの決算になりますのでえー、っと1月2月3月含んでないんですよねはいなので日銀ショックが起こったの1月なので、まあ、ちょっと第4クォーターどのぐらい売り上げが乗っかってくるかっていうところを見た上で あのー、この銘柄いいんだっけどうだっけっていうのをちょっと見たいなって思いました。はい。まあ今までは金利が安かったんですけど、金利が安いというか。 はい、金利が下がってたんですけど、今ちょっと、まあ、10年金利とか少し上がってるっていうところがあるので、まあ、それが不動産事業にどのぐらい影響が出たかっていうのが分かってくるのが、第4クォーターの決算ですかね。1月3月の決算だと思うので、1月2月3月の実績だと思うので、まあ、ちょっとそこを見てからの方が、まあ、時価総額も結構小さくて、ボラも激しいと思いますので、え、良いかなと思います。はい、すいません。多分、前回のライブ放送だと、そこまでお伝えしきれなかったと思うんですけども、 ちょっと今見ながら思いましたので、共有となりますで、えー、4銘柄目ですね。グラファイトデザイン。うん、これは IT 系ですか、はい、?7874 ですね。7847か。はい。おっと、また全然違いますね。<laughs> えーっと、イメージしてたのは全く違いましたけど、ゴルフ部品のシャフトとか。 あの、そこら辺やってる会社ですよっていうところで、えっと、62億、時価総額。めちゃくちゃ小さいですね。えー、PR が10倍、はい。自己収入率が75%で書いてるまれが55.2%と、まあ、先ほどのフェイスネットワークと似たような会社ですが、事業内容は全く違いますと。で、営業利益率の方は、昨年と今季は、えっと、20%超っていう形で、かなり良くなってきていますが、それは永続的なんですかっていうのがやっぱ気になりますね。 うんまあ、ゴルフ系でいけますと、どうですかね。まあ、ゴルフ、うん、どうなのかな。ちょっとあんま、そうですね。ゴルフじゃないですけど、フジクラコンポジットとかは同じですよね。ゴルフ部品のシャフトとか使っていて、こっちの銘柄は私、ウォッチリストに入れて、 ててい常にウォッチしてる銘柄なんですけど、まあ、この銘柄個人的にえっと良いと思ってます私ははいでずっとウォッチしていて最近結構下がった気がしたんですけどそうっすよね一時期に比べると下がってきていてまたまたちょっと上がってきたっていうところで800円ぐらいから今900円ぐらいまで上がってきているのでで決算も確かそんな悪くなかったはず そうっすよね決算も、まあ、昨年は良すぎたっていうのはあるんですけど、まあ、確かそんな悪くなくて確か株価上げてたはずなので、ね、決算後はいあの藤倉コンポジットちょっとごめんなさい話変わっちゃったんですけどこっちもそこそこに周り良くてあのファンダメンタルズいいので気になる方見てみてくださいはいでえっ、ー、とまあ似たようにゴルフ部員のシャフトとか扱ってる藤倉コンポジットもまあいい決算出してましたけど、まあ、昨年に比べたらやっぱちょっと悪くなってる 昨年の売上の比率に比べると悪くなってるっていうのがあってグラファイトデザインとかもえー、っと同じような感じですかね昨年が良すぎましたが今期はそれ,にそれよりも落ち着いているけど、まあ、昨年に比べると、まあ、あの増収率というか増益率は落ち込んでるけど、まあ、増収増益で着地してますよっていうところですかねうん まあ本当にえっと先ほどのくじくらコンボジットの方はゴルフシャフト以外にも結構ゴム製品とかいろいろ取り扱ってるんですけどグラファイトデザイン自体はどっちかというとゴルフが中心っぽいのでそうですね、まあ、ちょっとそこら辺がリスクになるかどうかっていうのは気になりますね事業が1個しかないっていうかまあゴル,ゴルフにすごい集中してるっていうところはあるのではい うんそうですね配当にもり高いですし自己使用率も高いので開拓はなっちゃう気持ちもわかりますけどそうですねなんか成長性がめちゃくちゃあるかって言われると、まあ、ゴルフの需要が、まあ、コロナ禍でもかなり伸びた方なんですけどそれ以上に伸びるかって言われるとちょっと。 難しいかなと思うので、まあ、グロース狙いは難しいかなと思います。はい。なので、まあ、配当狙いで保有するって形になるんですけど、じゃあその場合は配当政策とかですかね、やっぱ気になるのは。見た上で、その配当政策の中身によっては保有してもいいかなって思います。で、えー、配当政策としては、具体的に、えー と、ここですかね。普通配当20円ベースです。特別配当業績に応じて普通配当に加算します。特別配当の決定は第三半期の決定後にします。っていうのが書かれてありますので、うん。最低20円出すっていうのが、まあ、簡単に言うと、えっ、ー、と、グラフィ、グラファイトデザインの会社の配当制作の方針かなって思います。で、それは、 まあちょっと弱い気もするので、まあ、やや、あの、減配リスクとかも、ややじゃないですね。まあ、減配リスクとかも十分あるので、まあ、他に良い銘柄もあるんじゃないかなっていうのが個人的な所感です。はい。まあ、ゴルフ好きな方とか、もしかしたら優待あるかもしれませんし、えっと、応援するっていう意味とか、あの、まあある程度ゴルフ需要もこれからも一定でしょって思われてる方は買いでいいかなと思いました。 はい。という形です。最後ですかね。9644見て終わりにしましょう。動画も長くなってきましたので。で、えー、っと、次ですね。田辺コンサルティンググループでしょうか。おコンサル系の会社ですね。はい、うん。大手経営コンサル、法人向けセールスプロポーション、国内経営コンサルのパイオニア、総経営支援の総合病院という形、いろいろ載ってますが、 うんなんか、なんかすごいっすね。はい。チャートめっちゃ上がってますけど。えー、何がそんなに上がったのかっていうと、これか。あこれはすごいっすね。なんかすごそうな感じがしますね。えっ、ー、と、株主還元方針の変更っていう形で、えっ、ー、と RO、e、ROE10% の達成を2030年、 で掲げてますと。それは素晴らしいですね。おお <laughs> 連結配当制御100%を目安とし、安定的な配当を実施します。機動的な自己株式の取得も実施します。DOE6% 以上の配当とします。ああ、これ、やばいですね。これ、めっちゃいい配当政策ですね。うんなるほど。端的に言いますと、えっと、稼いだ利益は、 全部株主還元します,で,す、ねはい、で、えっと、ほぼほぼ減配しませんって言ってます。はい。簡潔に述べると。減配せずに、えっと、利益は全部株主に還元しますよっていうのが、田辺コンサルティンググループですね。ははーんなるほど。そっか。えー、っとですね。まあ、ちょっと授業内容とかまって、 あんまりまだ見れてないですけど、コンサル系なので、まあ人材っていうところですかね。人がもう完全に一番重要です。はい。人材っていうのが重要で、まあさらに言うと質の高い人材ですかね。コンサルなんで。っていうところが、あの、重要かなって思います。まあどこの会社でもそうなんですけど、まあ特にコンサルはそこが顕著っていうところって、えっ、ー、と、見ておきたいのは、ここですかね。従業員数がちゃんと増えているか。 数字だけだとこの人たちが優秀かどうかっていうのは全くわかんないんですけど、まあ、少なくとも人が減ってたら、えっと、お客さん先に対応する人も減ってから質が減りそう、あの、質が悪くなりそうだっていうのは、まあ、要に想像ができるので、まあ、会社が成長するためにも、えー、従業員数がしっかり増えているかっていう点は見ときたいかなと思います。はい。で、その上で、えっと、コンサル系は、あのー、結局、人が、 資本ににななる形にもなりますので結構そのいろんなところに例えば工場を用意しないといけないだとかあの高いシステムを導入しなくちゃいけないとかそういうのはないので利益率が結構高いんですね営業利益率が高くなりがちですはいその結果キャッシュもちゃんと入ってくるので自己資本率も高くなりやすいっていうのがまああの一般的に な、まあ、コンサル会社で、まあ、そこそこ、その業績とかもいいコンサルタ会社は、そういうところが顕著になるかなと思いますと。で、実際にね、こちらの会社も、まあ、ちょっと他の同業たちと比べてどうなのかっていうのは、ちょっとこの場では比較できないんですけども、自己使用率も良いですし、営業利益率も一定、えー、ですかね、まあ、10%。 1パーあるときとないときはありますけども、まあ、ある程度高い利益率ですかね。えー、10%程度っていうところを維持しつつ、売り上げは右肩上がり伸びております。で、過去 EPS ですね、えーと、利益も赤字になったことはないっていうところで、まあ、キャッシュ自体も毎年しっかり入ってくるようなビジネスになりますので、まあ、そういう意味だと、あのー、めちゃくちゃいい、えっ、ー、と、まあ、ごめんなさい、えっ、ー、と、保機すると、こんあのー、 配当を狙い、インカム狙いで保有するには、あの、めちゃくちゃいい会社かなっていうのが個人的な所感です。はい。そうですね。あのー、 まあ考え方はそれぞれあるかと思いますが、あの、純利益、利益剰余金っていうのはしっかり貯めといて、何かあった時のために使ったりだとか、あの、すっごい不況になった時に、赤字になった時とかに使うっていう考え方もありますし、いや、もっと投資しろっていう話もあるとは思うんですけど、まあ一応 PL 上だと、あの、営業外、あの、販管費ですかね、販売費とか,か、あの、待ってくださいね、<laughs> 出しますね、ちょっと。 言葉が、<laughs> 決算端子で言いますと、えー、っと、ここですかね、PL、売上高から、まあ、売上原価、ここはあの人,あの人材が、まあ、いわゆる売上の大元になりますので、あの人件費とかがこの売上原価に入っているとは思うんですけども、販売費および一般管理費、ここら辺がまあ多分、えー、っと、成長するときですかね、成長投資とかに使われる金額が入っていますと。 はい、なんか投資するぞってなったら多分こ,ここにお金が含まれます、はい、ちなみに売上原価と販売管理費一般管理費の違いとしてはこの売上げに直結するものが売上原価将来の売上とかに、えっと、入る、まあ、あの開発研究開発費用とかですかねっていうのはこっちの一般管理費および販売費っていうところの販管費ってところに入りますなのでなんか投資したりするとここにお金があの この感情に書かれるんですけどまあその後えー、っと営業利益っていうのがあってえー、っとまあ最終的な純利益ですかねになりますのでまあ一応成長は成長投資とかは一般管理費の方であの支払われる支払われた結果純利益が残ってそこから株主還元される,る形にはなるのでまあ一応投資とかはできるんじゃないかなっていうのが言いたかったです。はい なので、えっ、ー、と、今初めて知ったんですけど、この会社、まあ、時価総額は小さいものの、4.7%。うーん。ありっちゃありですね。ちょっと昨年がこの配当8になった経緯とかは知りたいですけど、ちょっとそこを追うと時間かかりそうなので、えっと、以上です。はい。というところで、まあ、本日は、あの、決算発表を得て、えっと、直近3ヶ月の えっと、株価パフォーマンスが20%以上で、えっと、かつ営業利益が10%以上で、かつ、えっと、利回り高い順に相当した銘柄を上から5銘柄紹介してみました。三井松島ホールディングス、えー、アバールデータフェイスネットワークグラファイトデザインそして田辺コンサルティンググループですけども、うん、あの、いい会社見つかりたので、はい、もし気になる銘柄いましたらウォッチしてみてください。ということで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。